小浜島も綺麗なんでね、少し観光しようかなと。海は綺麗ですからね、小浜島。海綺麗って言ってない、山も綺麗なんでね、山も綺麗じゃないですか、ほら。ほら、この草木。こんな車しかあるよ、一応。確かに。あっちが西表。そうですね、正面が西表島ですね、あれ。頑張ったら泳いでいけそうだね。真ん中、青いところ超深いね。あれ深いんだ、やっぱり。深いよ。深いか。途中までは歩いていけそう。航路でしょ、多分。船がいいね。道が言うにはここは流れが相当速いみたい、はい、こっち小浜島は、はい、昔ドラマがあったチュラさんの舞台になったところですね。はい、ゴーヤマン。ゴーヤマン。ああ、そう、ゴーヤマン。そっか、チュラさんで沖縄が一気に観光地がバーって広いっぱいになったんだよね。せやで。ケイタツよ。わからないです。フェイタス。ケイタツ。チップ。フェイタツ。フェイタス。ケイタツよ。あの、なんだ、山田孝之。ああ、うん、いや、うん、がフェイタス。ケイタツ。フェイタス。フェイタス。フェイタスも、ケイタツも、ケイタツも、はい、まとめて、うん、綺麗じゃないですか。まとめて綺麗なんで、ちょっとドローン飛ばしてみようかな。あ、こっちでケイタツ。こっち、結構くれるじゃないですか。こっち知らないだろ。こっち知らないだろ、やるところ。もうちょっと上がある。もうちょい上でやろう。ある、うん、いいとこある。ちょっと見に行ってみましょうか。うん、あれば。はい。うん、あっち牧場なってるやつさ。ね、牛がいるね。あ、ありますね。なんかあっちになんかあるよ。なんかある？あ、あそこがありますね。ちょっとじゃあ、見せて。あ、でかっ。広っ。あ、でかっ。なんかあっちら辺にあるんですよ。見えるかな。ズームしまーす。お？ほら。あっちなんか東屋みたいなのがあるんですよ。あるね。あっちんじゃない、あっち行くか。行きます。じゃあ向かいます。ちょっと松坂牛もなんか一緒だったような、そんな感じ。なんか名前つけるのが条件管理みたいですね。ただどれまずはナビでは右でした。あ、現在地ありますね。現在地でもここかな。今から行く場所は簡易作業施設って書いてあるよ。あ、じゃあ違うな。え、これ違うじゃん。じゃあなんかナビ見たらこっちの先に展望台があるらしい。来ましたー。チュラさんのあっちが見あれ入り表。あっちが入り表か。あっち入り表。人探そうな俺。人探さない。船はギリ見えるんじゃないか。船からの人は途中中間にある。あ、これ人いるぞ。これ何してる。はい、今からドローン飛ばします。気になりますね。あの磯はよ、うん、あんまり気にならん俺。あれだよ。あっち見える。ちょっと待って、見ていい。ここがね、過去に研究のグッも上がってる場所なんですよ。どこ、あ、これ待って、こっち。はい、こっちから。この岩場気になるかな。この岩場ならないですね。めっちゃ近い。研究の出てるのはここ。はい、はじめさんが。もうここで何を釣ったんですか。GT ですか。いや、ウムナガーでしょ。ウムナガーの研究。はい、ウムナガって、なんていうの。キツネフエフキです。フエフキだ。タマの仲間、フエフキ。はい。釣りしてる人もいますね、センター。結構長いな、これ。魚見える？おい、やめとけ。
いやもう危ない、海水危ない、本当に危ないよね、危ない危ない、部長さんも今やる、いやいや顔に出てるし、顔に出てる、顔に出てる、してないよ、ガチで叱んだからな俺落とさないって分かってても一応叱んだからな、マジはい、今回ね、はい、無人島行った際に、パンチ釣りしてないんですよ、はい、何したかというと、無人島俺たちがいる間、はい、その無人島の近くでマグロとか漁をしてたんですよね、はい、するとこのパンチ奇跡起こしたみたいです。エギって知ってる？あ、イカ釣るやつね。そう、はいはいはい、イカ釣るルアーね、はい、エギでカジキ釣ったそうです。は、やばいだろ、ね、カジキなんですけど、その写真がこちら。サイズとしては小さい方だけど、エギでカジキ釣るってのはすごい珍しいんじゃない？しかも角めっちゃ長い。いや、どうだ。体に対して小さいですけど、角の方が3分の2ぐらいあるね。すげえ。しかもメカジキって言って美味しいカジキ。そうなんだ。けどまだ小さいから脂乗ってないらしい、はい、嬉しかった、立派だよ、興奮しましたね、やっぱ引きつこった？いや、最初だけ走ってジャンプした時に自分でこのエギ何本もつけてるんですけど、うんうんうん、エギ引っかかってから、そのエギあるの？マスカ ありますよ、なんで食ったんだろうね、あ、これか、あ、この小さいエギで釣った、はい、これに、あ、これに食ってきて、で、飛んだ時にエギが何本もかかって絡まって釣れた感じか、うん、かかるかかからないかぐらい、1分で釣り上げた男、はい、パンチ、あ、これ人数の判断はなし、ギリギリ人数の判断、人数の判断はなし、1人面白い、待てよ、俺なんか3人だったさ、うんうん、人数の判断はなし、あれ探さるか、俺、あの願いを込めてたから多分一応実質4名ぐらいだ。願い込めてた。大変だ。あ、これ合計したの何本出した？6本？6？ 6？ 6？ あ、はい、先生見たって。まあ、はい、最中は3。3。3回3本。3本出した。4本出した。4本出した。1本一応確かに覚えちゃう。あれあれあれ。待って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 、いろんな言い訳で出すから。言い訳まず見つかされなかった。パソコン編集者、あ、そうそう、あ、初めての打ち込み、地味で、あ、こっちまで、こっちもこっちぬぬぬぬあと、あと聞いて、あ、ごめん、無理がカメラマン一人いたらもう二人、実質二人だな、実質二人、編集しながら釣ってました、嘘つけあ、だからこっちも、こっちも、はじめさん腰山して全然来てるから、そう、あ、じゃあ、あと一個でいい、俺たち釣りだけじゃなく、うん、あの、やっぱ取れ高っていうものを頑張って、うん、まあ、半日使った時あったやつ、使った、あ、別企画で使ったヤシガニ、ね、あれね、ちょっと待って、思って言い訳出していいか、あ、じゃあ、あ、過酷だった、あ、過酷だった、シラサク、3日間お風呂入ってない、3日間リアル、リアル、この1週間滞在してて、無人島に行って、水持ってったんだけど、うん、全部になって、雨水飲んでた、雨水を煮沸させて、沸騰させて、それを飲んでた、それ、あれやね、あ、調整ミスだろ、ただの調整ミスだろ、待ってよ待ってよ、まだ言い訳ある、ママ本当だ、作れママ作れ寂しかった、そこのやつ作れ、俺はマジで寂しかったって言うと寂しかった、みんなに会いたかった、どういう流れか、これそれは俺なんかも俺の方だな、あと一つあるよ、ショータティまたずれもう一個あった、足の裏血まめ、血まめ、俺たち幻覚見てましたよ、スーグーさんのカメラこっちでヒットしてる、誰もいない、血落ちてる誰もいないぞ、疲れすぎて、うん、浜がここで散歩してたで、体も洗って、うん、で、洋服入って、洋服着て、洋服入って、また浜がここで散歩何かわからないけど、また着地に2回ジャンプしてる、だから洋服、ごめん、ごめん、こっちからしありがとう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、よしな、でもよし、でも結構印象だよ、印象だな、でもこんな接戦ってやばくないですか、やばい、同じ5人もあるやん、これ毎年恒例にしたい、いや、確かに、これ次もあるぜ、これ次やった方がいいな、で、同じ島禁止にしようぜ、次は別の島、俺たちが
まあ、メンバーはどうか。メンバーはまあ6回帰ってチェンジしてからやなかったから。